2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚だよね。また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われているぜ。そうした状況を反映してか昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼清徳氏が、勝利を収めたことで軍事的な恫喝を強化することが想定されているな。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には新たな対応が求められるよね。さて今回は日本の安全保障環境が悪化の一途をたどることによる新たな対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているんだけど、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化しているよ。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切ったんだ。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されているみたい。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充だな。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもあるぜ。しかし昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府ではこの敵基地攻撃能力を反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることでその保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろうな。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としてはアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾頭が挙げられているよ。トマホーク巡航ミサイルは今更説明は不要と思われるほど世界的に見ても著名で実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装なんだ。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるんだけど、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられているね。そしてこのトマホーク巡航ミサイルは、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの12式地対艦誘導弾は射程距離を飛躍的に延伸させるらしい。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第1段階でおよそ 900km、最終段階ではおよそ 1500km までの延伸を目標に掲げているぜ。さらに現行のオリジナルの12式地対艦誘導弾が陸上の装輪式の車両から運用される地発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊の全てで運用を目指しているようだな。トマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果をいぶかしむ声も一部では聞かれるみたいだね。しかし低空落ち系を推奨して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見てもこうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっているぜ。日本では当初はこうしたトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を2026年からの開始を想定していたが、昨今の主として中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示しているよ。ではトマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されてるのかといえば、まずはすでに海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS 垂直発射艦が対象になるだろうね。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては現在8隻を有するイージス護衛艦がその筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製のマーク41VLS 垂直発射艦をこれらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な回収で運用が可能となるんだ。だがこうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では潜水艦でこれらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられているぜ。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のようにいずれも実戦配備中の親潮型8隻、双竜型12隻、大鯨型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよな。トマホーク巡航ミサイルはかつては 533mm 魚雷発射艦から運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており調達は現時点ではできないぜ。そのため日本では初めて VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるけど、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め詳細は未だはっきりとはしていないんだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である大鯨型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されて入るが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めないよね。ただし現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろうな。世界的に見ると通常動力型の攻撃型潜水艦で VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国のトサンアンチャン補給ぐらいしか見当たらず、こちらは初期型のバッチ1と呼ばれるもので水中排水量で3800トンの艦隊に6セルの VLS 垂直発射艦を搭載しているぜ。韓国のトサンアンチャン補給は以後のバッチ2以降ではさらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の原部 2B 弾道弾であると言われているよ。原部 2B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の自衛隊が運用する防衛装備品の中で、海外からの評価が特に高いのは通常動力型潜水艦で、その性能は世界一とさえ言われているよ。特に静音性に関しては文句なしに世界一と言っても過言ではないよな。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊の通常動力型潜水艦に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本においては太平洋戦争後にアメリカを中心とする自由主義の西側諸国と、旧ソ連を中心とする共産主義の東側諸国の対立が激化していわゆる東西冷戦の状態となり、アメリカの同盟国となっていた日本では自民党の佐藤栄作内閣が、1967年に共産権及び国際連合決議によって武器禁輸措置を取られている国、及び紛争地域への武器輸出を禁止するとした三原則を策定したんだ。ただしこの時点では、この三原則は他の地域への武器輸出を慎むとの表現で記載されており、当該国や第三国への武器輸出そのものを禁止するものではなかったんだよな。しかしながら、1976年2月に自民党の三木武夫内閣によって、9年前に佐藤内閣が打ち出した三原則に、いくつかの項目が書き加えられることになり、日本からの武器とは本来的に銃や砲などの火器類を指すを搭載していて、そのもの自体が直接人を殺傷する威力があるか、あるいは武力闘争の手段としてのものの破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものは、アメリカなどの西側自由主義諸国に対しても日本は全面的に輸出や共同開発などを禁止することが、適用されることになったという経緯があり、原則に輸出禁止と明記されていたものではなく、あくまで政府の解釈という形で固くなに守られてきたものだったってわけだ。そのため、日本の国内防衛産業が製造する武器は自衛隊が運用するものだけとなり、生産数が少ないことなどで生産コストが高くなることに加えて、防衛費が国民総生産 GNP の 1% という枠にとらわれていたことで、日本の防衛産業は防衛装備品の開発と製造では利益を出すことができなくなり、次第に衰退していくことになったぜ。しかし、この傾向に異議を唱える声が与党自民党内に上がり始め、安倍晋三内閣の2014年4月1日、国家安全保障戦略に基づいてそれまでの武器輸出三原則に代わる、防衛装備品移転三原則が制定されて防衛装備品の海外移転事実上の輸出が承認されたな。この頃オーストラリア海軍では、運用している6隻のコリンズ級潜水艦が、劣悪な騒音が発生することや、故障が頻発することなどで稼働率が低く、その信頼性が極端に低かったことから後継潜水艦の選定を急いでいたよ。日本と同様に四方を海に囲まれて長大な海岸線を持つオーストラリアでは、後継の潜水艦については2009年のオーストラリア国防白書において定義され、2030年代の戦略環境を見据えたものとして、必要に応じ4海域での作戦行動も実施可能な通常動力型潜水艦の取得を目指すとされたんだ。この後継潜水艦は、オーストラリア周辺海域のみならずアジア地域の軍事力近代化に対応するためとして、これまでの6隻から倍の12隻を取得するとの構想で、任務としては対戦攻撃能力対水上艦攻撃能力、戦略的打撃能力機雷敷設及び探知能力情報収集能力特殊部隊潜入補助及び、脱出支援能力戦場情報収集支援能力など、幅広い性能が求められたね。オーストラリアはその後本格的な検討に入り、後継潜水艦について既存潜水艦の設計を活かした上での、設計案コリンズ級の能力向上型などや、全く新しい潜水艦の設計を実施する案が検討されたが、2014年当時のオーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相のコメントにおいて、コリンズ級改と新設計案が主に検討されている中で、コリンズ級の焼き直しによる2000トン級の潜水艦では、遠洋に出るにはサイズが小さすぎるとの意見が出ていることなどが示されたみたい。また、新設計の場合にはその原型艦として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW の216型通常動力型潜水艦、214型潜水艦の拡大改良型で4000トン級や、スウェーデンは同国の A26 型通常動力型潜水艦の拡大型などが候補に挙げられ、あるいはフランスから果ている中で、日本の海上自衛隊が運用している双竜型潜水艦、2009年収益開始、水中排水量4000トンもまた有力候補に挙げられていて、防衛装備品移転三原則が制定されたことが追い風となって売り込みが行われていたぜ。オーストラリアは日本と同様に原子力を軍事利用することを禁止していて、行動半径の大きな航続力が長い、通常動力型の潜水艦の導入を希望していたことから、日本の当時の最新鋭であった双竜型潜水艦に興味を示しているとされ、日本が防衛装備品移転三原則を制定したことで潜水艦の輸出が可能となったこともあって、性能が優れている通常動力型潜水艦として最有力視されていたらしい。オーストラリア政府は、後継の潜水艦に搭載する武器管制システムにコリンズ級でも使用されているアメリカ製の ANBYG-1 を搭載することが求められていたため、双竜型をそのまま導入するのではなく改良型として、日本と共同開発の形を希望しているとされ、その場合はアメリカも共同開発に加わるという報道もなされるなど、具体的な動きが伝えられており、このことに対してアメリカもまた日米豪3カ国の武器の相互運用性が強まるとして、双竜型がオーストラリアへ輸出されることを歓迎しているとされ、日本の潜水艦が初めて輸出される日が近いと見られていたよ。当時、オーストラリアのアボット首相は日本の安倍晋三首相との関係が良好であり、その点からも双竜型の導入が濃厚であるとされ、オーストラリア側は日本が2015年から建造を計画していた。先行中の動力となる蓄電池に当時世界に類を見なかった高出力のリチウムイオン蓄電池を使った。日本の双竜型の改良型潜水艦11番艦王竜と12番艦東竜を希望しているとも伝えられ、2014年10月16日には当時のオーストラリアのジョンストン国防相が、江戸明則防衛大臣との会談の中で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に日本政府に要請するなど、その導入がほぼ確実視されていたんだ。双竜型では10番艦の領有までの先行時の動力として、浮上することなく先行したままで、推進できるスターリングエンジンによる非待機依存推進 AIP システムが搭載されていたね。しかしながら、先行時の出力が4から5ノット程度の低速であったため、水中で高速力を得るにはこれまで通り先行時には、鉛蓄電池によってモーターを回し、電池が切れれば浮上して蓄電するディーゼルエレクトリック方式が用いるのが常であったぜ。そのため防衛省では鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する危険がなく、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上となる強力な電池で、さらに繰り返し充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどの利点があるほか、満充電までの時間が短く、自然放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなどの、多くの優れた特性を持つリチウムイオン蓄電池を国内企業に開発させて王竜及び東竜に搭載したってわけだ。このリチウムイオン蓄電池は双竜型の後継である大鯨型にも継承され、発火しやすく潜水艦の蓄電池としては問題が多かったリチウムイオン蓄電池によって先行時の速度を大幅にアップさせたんだ。しかしオーストラリアは、双竜型を推薦していたアボット政権がターンブル政権に変わると、日本がオーストラリアでの現地生産を拒んでいたことから、国内での建造を最重要視するターンブル首相の判断で、次期潜水艦に大穴的存在であったフランスの原潜を通常動力に変更したアタック型の導入を決定したぜ。しかし、このアタック型はフランス側の設計の遅れからなかなか建造にこぎつけることができず、痺れを切らしたオーストラリア政府はアメリカとイギリスとのインド太平洋地域での安全保障の枠組みを発足すると、アメリカとイギリスによって提案された原子力潜水艦の導入に飛びつき、フランスとの潜水艦購入契約を破棄して、フランスとの関係を悪化させたってわけだ。オーストラリア国内ではこれまでの原子力を軍事に利用しないとの方針から、原潜の保有に反対する声が根強くあるとされ、また国内の防衛産業の質の低下から原潜の国内製造を危ぶむ声もあり、日本の潜水艦を発注しておけば何の問題もなかったとする声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月19日、中国メディアの新民番報が日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載したよ。中国からすれば脅威だと言いたいんだろうが、裏を返せば日本の技術を認めていることになるよな。そうだね。さて今回は、この雷鯨について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ディーゼル推進潜水艦としては世界最大級の対鯨型潜水艦の4番艦雷鯨が2023年10月17日に、兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において、新規建造された潜水艦の命名式及び浸水式を実施し、雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず、初めて用いられたものとなっているよ。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっていて、排水量はフランス海軍の現役原子力潜水艦指を上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価したんだ。機構は2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だな。これを受けて10月19日に中国メディアの新民番報は、日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し、必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していたぜ。海上自衛隊の対鯨型潜水艦は、前としたフランス海軍が運用する指級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろうね。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていたぜ。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるだろうな。さらに、潜水艦の生命線ともいえる騒音面に関しても雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上でこれらの特徴を総合して、外部からは原子力潜水艦との差はもはや原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えたらしい。その上で新民番報では、上海聖宝学院東北アジア研究センターのヤン・ジェン副主任が日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、現船の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において雷鯨はなおも原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば日本の潜水艦部隊は必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうとの見解を示していたみたい。雷鯨の外観形状は、従来の双竜型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また建造時から女性自衛艦ウェーブの勤務も想定して相応の設備を有しているのが特徴だね。また主要装備としては艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレイ、側面アレイ、栄光アレイなどのソーナー装置、TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦となっているよ。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は冒頭でも話した通り旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きいぜ。まさに雷鯨は日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではなく、西側各国は原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら改善すべきマイナス面を全て力技で隠しているような感じだな。逆に言えば日本が原子力潜水艦を建造してしまったら聖マジー能力の艦が建造できることは間違いないよね。確かに国内の有形無形の制約を乗り越えるために従来技術を極限にまで高めたわけだけど、それでも基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところかな。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待しているよ。日本の潜水艦は忍者のように世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり日頃の訓練などによる練度の高さも群を抜いており、米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も米空母の撃沈判定を出しているから驚きだよな。最新の潜水艦が次々に収益するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えないよね。太平型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷鯨は探知されにくいという利点まで持ち合わせているぜ。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力戦では、圧倒的な差を見せつけることになるだろうし、台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないよな。国産潜水艦の話題になると必ず日本の潜水艦は通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するけど、その根拠はどこから来ているのだろうね。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間ではうるさい潜水艦として分類されていたよ。今や中国が次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきているんだ。ロシアの技術支援を受けて静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用する96型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられるよ。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしいな。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われているぜ。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏がインタビューにおいて96型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていたようだ。アメリカをはじめインド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきたんだけど、96型が収益すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないよね。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒監視を強めなければいけないってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。